僕はですね、ぴょこたんという名前で、こういった漫画を描いているものです。僕は任天堂信者の。前回僕がですね、ちょっと、角川書店の東京ウォーカーから来た依頼が、ろくでもねえっていうね、動画を上げました。しかも東京ウォーカーの仕事は僕、今回初めてだから、今までも、その角川グループもほとんど僕は仕事をやったことなかったんですよ。まあ、確かにこういうことやると、うざがられるっていう、編集側からうざがられるっていうのもあって、オッズに合わない。確かにオッズに合わないかもしれないけど、いや、これね、僕が吠えようが影響ないよって言ってる君、影響ありますよ。すぐに電話がかかってきました。今までやり取りしてたね、女編集者からもなんでもない。東京ウォーカーの偉い人から。で、動画見ました。もうその時点でやばいじゃん。だって僕は動画で、その編集長のことを、ボロックソに言ってんだよ。バカとかクソとか。だけど、いや、編集長じゃなかったっぽいの。名前がちょっと違ったから。だけど、私たちのね、編集方針がね、至らなくて、ご不快な思いをさせてね、本当に申し訳ありませんでした。東京ウォーカーが。僕も、いや、そんなことないですよ。すいません。こちらもいろいろね、ご迷惑をおかけしちゃったんで、お互い様なんで、全然何とも思ってませんよ。大人でしょ？そしたらなんだっけな。本当、角川のこと嫌いにならないでくださいね。AKB のさ、なんかあったじゃん。私のことを嫌いでも AKB のことは嫌いにならないでくださいね。あれのパロディで、角川のこと嫌いにならないでください。僕もよくわかんないこと言っちゃったけどさ。いや、僕も株とかも買ってますし、角川グループ大好きなんで応援してます。それで終わり。それで、じゃあ、今回すいませんでした。向こう行ってきた。いや、こちらこそすいませんでした。それで終わりです。だから僕がね、これほどね、頭の切れる人間でさ、なんでこんなバカなことをしたんだっていうふうにね、言ってるやつもいるわけよ。業界から干されるぞって。だけど皆さん、そこは、なぜ僕がこんなにね、ああいうことをしたかっていうのを全部理屈に基づいて教えてやろうか。まずそもそも、僕はああいうクソみたいな仕事は二度としたくないんですよ。こう、なんでかっていうと、自分のね、楽しいね、時間がね、減るから。だからね、結構、確かにね、バカなことしたっていうね、客観的な意見もあるけれどもね、クリエイター寄りの人、僕たち寄りの人は、すごくね、賛同してくれてんだよね。わかる。こういうのある。俺も泣き寝入りした。だけど、こういうのを言うことによって、確かに向こうもこの動画を見たわけでしょ。向こうの編集部も。まあ、みんな見たんでしょ。見たってことは、こういうことをやると、こういうことやられることがある。僕みたいなね、トチ狂うやつがね、世の中に出てくる恐れがある。ちょっとだけ警戒するじゃん。今までね、散々ね、奴隷みたいにさ、イラストレーター、漫画家をこき使ってたさ、編集もさ、あ、待てよ。またあいつみたいなことされたら嫌だな、これって思うじゃん。つまり僕のこの行動によってね、全クリエイターがですね、ちょっとだけね、楽になったんだぞ。僕がこうやって、一丁ね、石をね、バーンってぶつけることによってですね、東京ウォーカーに、みんなが救われるんだよ。あとですね、僕がなんでこんなことをしたのか。もう一つ理由を教えてあげるよ。確かに、まあ20年前だったらこれやったらですね、業界全部から干されて、僕っていうのはもう漫画家としてね、廃業しちゃうんですよ。もうメディアっていうものを通さないと、その作品っていうものは出せませんから。だけどそういう考えを持ってる、こいつもう終わったなってやつ、古い考えの持ち主なんだよ、それは。教えてあげるよ。世の中一番強いのは何だと思う？コンテンツを持ってるやつなんですよ。例えば、こうやって文句を言う動画、その動画を YouTube にアップすれば、もうそれがコンテンツなんです。この僕というコンテンツ、この人間というものがもうコンテンツなんです。コンテンツホルダーが一番強いんだよ、なんだかんだ言っても。僕というこのね、コンテンツがね、インポテンツとかやめてくださいね。